はい、えー吉ですえー、ちょっとですね僕は体調不良でちょっとレスが遅れてしまったんですけれども、えー、ドリアカセの方からご質問いただきました、えー、お問い合わせホームからですね、えー、いただいたやつなんですけれども、えー、転,売と転売で質問と要望です。ネネッッットトショップやネットフリーマンなどの ネット仕入れを取り入れ,取り入れようとしているのですが、リサーチのやり方が分かりませんえ。店舗の前頭検査のような方法があれば教えていただきたいですと、また講座の追加をリクエストいたしますということでいただいておりました。これが9月21日3日前にちょっといただお問い合わせフォームからいただいてたんですけれども、まあ、こちらに関してはですね、あのまあ以前から以前っていうかまあ今月ですかね、今月だったかな。 あのえー、転売の山田さんですね新しく新講師になった転売の山田さんから、えー、ウェブで仕入れるやり方これですね動画の方をまず100本いただきましてあとは、えー、レポートレポートもいただきましたなので正直そちらを見ていただければもう多分大丈夫なんじゃないかなと。 まあ電脳仕入れですね要はネットで仕入れるやり方、えー、新品商品を仕入れてやるっていうやり方ですけどそちら見て頂ければ大丈夫なのかなと思いますで今もう準備の方がだいぶできまして多分そちらのご案内動画もまたアップロードしますのでもう今あと,あと何個か動画動画がですね101本ぐらいアップしたんですけど結構その準備が少し手間 だったっったたていうのもあありとかまあ、僕が他の仕事でも忙しかったりとかいろいろなのが重なってしまってちょっと追加が遅れてしまったんですけど、まあ、熟成さんの方でえ転売やられてるよっていう方は、えー、そちらの山田さんから頂いた,だいた、えー、電脳仕入れ新品の商品を仕入れるこれ本当に見ていただければ多分もうほぼ大丈夫なんじゃないかなっていうぐらいあの詳しく。 どういう考え方でどういうふうに仕入れてるのかっていうでこれはもともとその有料の商品有料のマイ山田さんがやってるマイサポっていう有料の商品の動画なんですけどそれを提供していただきましたはいなのでまあ熟成さんの方でですね転売やってるよっていう方はまた新しく講義の方を追加されましたのでそちらの方をご覧くださいまたその動画に関しては えー、また個別で取りますので、はい、よろしくお願いします、はい、では、えーまあ、今回の質問はですねその新品の商品を仕入れようとしてるんだけどそのやり方がわからないというご質問なんですけれども、まあ、それに関しては、まあ、新しく講義の方を追加しますのでそちらを見ていただければなと思います、はい、ではご質問ありがとうございました